小笠原周辺の、えー、サンゴの密漁についてはですね、この番組でも今週もいろいろ頂いております、えー、これは6日に頂い,いた、昨日かな、えー、サンゴのイヤリングさんから頂い,いておりますけども、この方もやっぱり、キロ当たりいくらという高値がついてて、富裕層が、今さっきのニュースと、これ1グラムで、1>, はい、1グラムで19万円、あの加工した装飾品ですね、うん、加工した装飾品で1グラムあたりが19万、うんはい、めちゃめちゃ高いですよ。 ねえ赤サンゴの加工品って結構大きいものとかもね、うん、あるでしょうかできますよねすでバーバさんがですねで中国の赤サンゴの密漁1回の量で数千万円のいわゆる上がりがね,ねあると、えー、で規制のゆるい日本なら逮捕された時の罰金が100万円100万円取られてもまあこんだけのことであるなら払ってまあ、はい ね、まああの言葉は悪いですよ、言葉は悪いですけれども、これだったら、入り合い券かなんかで持って、買うじゃないですか、例えば山入って、それでなんか上がりがあったら、10倍ですとか、そういうふうなもちろん、多分ん罰金の時は没収でしょうけれども、こっそり成功した場合なんかはね、それより儲かる3回ぐらい罰金払って、300万払って没収されたけど、今回、うまくいきましたと言って、数千万円のね、上がりがあったら。 こんなんなずっといつまででも続きますよと,とす、うん。じゃあ逆に罰金上げればいいんじゃないですかまあ<の>そういうこれいつも僕が言ってますや団合がなかなかなくならへんというのも、うん、あの罰金が結構安いんで一回団子をきちんとやればきちんとやって。結構儲かるんでこれ団合はが言う人もいますしねこの話ちょっと置いといたとしてもその、まあ、罰金の重さの話だけを今してますけどもね、うん、あんなんやっぱりね あのぐらいの罰則では、いつまでもなくなれへんのと一緒じゃないですかね、というと。してはね、うん、まあ、大概、こことする人は捕まる気がないので、じゃあ、罰金、単純に上げれば減るかって言ったら、そうではないとは思いますけれども、うん、一つの手としては、まあ、そこの罰金をもうちょっとなんとかするっていうのは、うん、まず最初に打つべき手としてはあると思うんですけどね、今週もずいぶんその手のお便りをね、のいた週でもありました。